始まう始まう、もうすぐ始まう、声治った。声完全に治りました。始まう始まう、はい、ということでですね、本日はBGM、 これ BGM ええ感じか。これゾゾイのゾイをしていきたいと思います。ちょ楽しみなんだけど。ゲームオンちっちゃい、めっちゃ楽しみ。スバルさ、今日さ、これさ超楽しみだったんだけど、マジで。はい、ということで、ね、早速ねしていきたいと思います。今日するのは、この前ノットヒーローしたから、このね、エンドオブゾイとかいうね、これ結構、これ見て、このさ、ノットヒーローから数週間後、ジャックの兄、これジャックのお兄さんの、ファミパンおじさんのお兄さんの話ね、ジョーに新たな脅威が迫る、無数の、無敵の拳で全てを打ち砕き、一家の悲劇に終止符を。いやもうね、もう結構ね、やばそうということでね、今日はね、このね、拳で、なんか拳でいきたいと思います。マジ初見なんだけど、割と怖い。それでは、スタート!始まう、始まう!アンパンマンかな?アンパンマンではねえだろ、ニューゲーム!さあ、今回もね、カジュアルでいきたいと思います。ということでね、今日はね、拳な、なんか、うわ、怖いジェム。カジュアルでいきます。新しい顔、意味深。どういうこと？拳しか勝たん、それな。なんかでも、拳しか勝たん割に BGM ちゃんと怖いの結構怖いんだけど。え?なんか聞こえる?え?スバルだっけ?始まった!始まったぞ。これあれじゃん、最後の、ちょ待って、BGM でかっ、ちょでかすぎますよ。これ最後のところですね。ちょっと階層ちょっと待ってて、今ね、スキップしちゃうから。Don't bother. あ、ここから始まるの。このエンディングのゾイのその後ってことか。うわ、キッズマジでやば。いやでも映像がめちゃめちゃ綺麗だな、相変わらず。なに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 、何食ってんの？ No! イビ、please! そうか、助かってないんだゾイ、やっぱり。え、なんかあの後ゾイ助かっ、やばいじゃん、これ死ぬやつやん。え、死ぬやつじゃん。え、あの、なに、ゾウ、え、ゾイどうすんの、これ。それで、この人たちが助けに来てくれたんだよね。ゾイ・ベイカー。She's still breathing. せっかしちゃった。Call in the HQ. Did you say Zoe? Sir, do you live here? What the hell's wrong with her? え、ゾイ、やばいことなってる。We need to help. さなぎになってるじゃねえか。Sir. いけー、やれ、どこだ。やれ、拳でやれ。 Oh my goodness, Zoe. Zoe ちゃん。What the hell do they do to you? 大丈夫か、Zoe ちゃん。やばいな、特殊部隊を拳でやるとはあいつなかなか。これ。そっか、これあれだ、ジャックの兄ちゃんの話。え、Zoe やばくない？なんかせ。Listen to me. We're here to help. おいおい、どっちが悪役なんだよこれ。Tell me, what kind of help comes? どっちが悪役なのこれ。結晶化して。You don't know what you're talking about. You don't get it. You think? I don't know who you people are.
そうだそうだ。Monsters running around. お前は嘘をついてる。Tell me. Where did they come from? 何者なんだあいつらは。教えないとお前この瓶で頭かける。I don't understand. ああ、やばい。強制がお前。Look. やばい、ウルヴァリンみたいに見えてきた。My niece, you understand? いやマジか。Run around here. やばい。Family is a righteous cause. やはりこいつファミパンおじさんの血を受け継いでいる。思ったよりやばいね。I see that ain't something I can abide. そうだ、許すわけないかな。She's infected. She's dying. And we're both gonna fucking die. そうなんです。味方なんです。Get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about. まあでも必死だろうな、身内だから。Boy, I figure you two little friends outside. Okay. お前が特殊工作員だろ、マジで。You're lying to me. ねえ、話を聞いてあげて。We were on our way to get her treatment, and you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. 話を聞いてあげてお願い。もうどっちの味方すればいいのかわからない。ちょっとやばいな、冒頭から騒ぎすぎた。Not too far from here. 森の中の古い小屋だ。そこに、あ、ここか、そこにあるってことね。I swear. 本当かお前マジで。わあすごいすごい、クリックしたら拳が出てくる。Oh. うわ。あん。あん。いいな。ちょっとね、音でかすぎたんでね、これぐらいしますね。ちょこれぐらい大丈夫かな。ちょシスコンとか言わんといてマジで、シスコンだ。ファミリーパンチの次がさ、もうやばいんだけど、やっぱ血を受け継いでる。オン、オン、オン、いいぞ。We're gonna fix this, Zoe. 必ず直してやるから。ゾイちゃん、待って、これ全裸？服かと、これあれだ、あのパキパキってなる一歩手前なんだ。これ危なくないか？これボディペイントってこと？で、こ、何ここどこ？なんかありますね。うわ。ね、パワーワードやめて。ワニ寮から戻る途中、森で妙な連中を見かけた。密猟者なら縛り上げてやるつもりで近づいたら、でかい爪と牙で襲ってきやがった。あんな化け物がどこから来たのか知らんが、どうせまた政府が何かしくじったんだろう。もう全部政府のせいにするやつじゃんこいつ。出なきゃ大学の隠蔽の方がちょっとちょっといろいろ怖いんで声に出して読むのやめます。みんなね、最近飛び回ってるあのヘリも怪しいということで。ワニ寮おじさんなんだ。何これ、何これ、怖いんだけど。まあ、では血はねちゃんと受け継いでいるようですね。これぐらいかな、特に家の中は何もない。汚いですね。じゃあ外行くか。ワニ寮おじさん、いやいやいや、これワニ寮おじさん悪者だろ。これ悪者の基地だよ。あれ人じゃないでしょうね、あなた。これ人だったらもう、あ、これね、セーブデータを作っておきましょう。いや、あれが人だったらもう悪者だよ。これもうスバル、どっちの味方していいか分かんない。これとか置いてくか。あ、待って、ジョーのサバイバルマニュアル読んでなくない？これを読んでみよう。ジョー・ベーカー、化け物どもと戦う時の心得。ちょっと待って。その1、連中ボディは丈夫だが頭は脆い、殴るなパワータイプおじさんですね。その2、化け物に左右のパンチを連続ヒットでぶちのめす。左右右、ちょ待って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 、これ、え、待って、格ゲーもしかして、ちょ待って、え、銃じゃないの、ちょっと左、右、右、ジャブ、ストレート、ストレートか。で、これで、あ、これがジャブ、左、右、右ね、OK。で、右、左、右、右、左、右が、これがノックアウトね。やばい、これ、格ゲーかもしれん。スバル、今日、バイオハザードしに来たんだけど。やつらが倒れたら、頭を踏みつぶしてとどめを刺す。いや、ノックアウトで刺さんのかい。こちらに気がついてない間抜けには背後からしゃがんで忍び寄れば簡単に始末できる。なるほど。
ちょっと待って。みんなやばいこれ。もう拳しかねえ。こいつ嘘だろ。あ、本当だ。左右。で、右左右。やばいこれ。むず。まあとりあえずなんかこれパゴリ押しでいけそうだな。ゴリ押しの。あん。これ人だろこれ。これ殴っちゃいけないやつ。ああなるほど。左右。ちょっと待って。左右。ああなるほどね。フィニッシュブロー入れましたね。ちょっと待って。左右。この素早いジャブがめっちゃ打ちにくいんだけど。おーおーおお。まあ、ゴリ押していこう。いざとなったらゴリ押しがある。そうだろみんな。今までスバルはそうやってやり遂げてきたゲームを。これリズム感いくぞ。ゾイが救えんだ。ねえもう最悪。なにこれ。虫、特殊な液体と合成することで体力を回復する薬を生成できる。ちょっと待って、そのまんま食べても体力をわずかに回復する。まあちょっとほっときましょう。こういう不穏なものはね、ほっとくに限る。なになになに。ねえもうさあ、ぜっ行くな。おらなるほどね。まあやっぱね、銃なんかじゃない。強きものは武器などいらない。拳が全てということがね、よくわかりましたね。さあさっさと行きましょう。やば、何このゲーム。ちょっといい。これ待って、これさ、奇襲だ。え、待って、やばい、何これ。おい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 、サスケ。マダファッカー。ナイス。スバルはね、今日からね、忍びとしていきます何これ。ちょっとみんな大丈夫、ついてこれてる？スバルあんまりついてきてないんだけど、なんか今日ちょっとバイオいつもと違うぞ。今日はね、マザーファッカーゲーです。マザーファッカーってよく意味わからず使ってるんだけど、これどうしよう、使っちゃいけないかもちょっと待って、お前脳筋すぎるぞそれは。おれ。あん。攻撃のフィジー、エフェジー。なんだこの女子中高生がつけてそうな。カバンにつけてるよね。スバルもつけてんだけど、こういうの温泉街で買ったよ。何やこれ。ねえもうムカデ探さなくていいんですけど。小学生男子なんですけど、ダンゴムシだけでいいんですけど。ねえ急に怖くなった。あーちょっと待って。いや絶対いる、絶対いる。邪魔。いない。ねえなんかいる、なんかいる。ここどこだ。もう絶対個室。あ、もう取ったら動く。うわ、もう取ったら動きます、取ったら動きます、取ったら動きます。 What the? あー、うんち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 。ねえもうこれ、待て、これ取ったら、取ったらゼルダだったら今来るよ。ゼルダだったら今敵が来る。ほら、うれうれうれ、あん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 、足なんだ
だね、これ。優しいな。ねえ、BGM、やばい、ちょ、鼻水拭いて。鼻水拭いて。カラスかな？カラスではない。カラスじゃないんですけど、オン！これ、ラッパ、ね、もういる。オン！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 あー！よし。怖くて釣れたしゃあオッケー。ちょっとあんまりでかい声出すとさ、怒られちゃうからさ、今日怒られちまうからよ。待って、どこに。いやいや、もう一体いる、絶対いる。もう一体いる、千葉な。感じる、やつの霊圧を。待って、もう一体いるだろう。なんで木が倒れてるの？おい、スバルんちじゃねえかこれ。どうしまったんだ。おい、ちょっと待って。おい、スバルの昔の家じゃないかここ。スバルのお揃いだな。家が燃えたんですか、あなた。いや、これゾイちゃん、ご案内とほっといて。ゾイちゃん、ちょっとワニヤバくない？大丈夫か、ゾイちゃん。え、死にそうなんだけど。え、大丈夫かな、これ。え、でもこれクリア？みんな、これクリアでいいの？うわー、びっくりした。なんで聞かないの？何？どういうこと？お前、早く言えよ。There's more at our base. 野営地に薬がある。Just untie me, and I'll take you there. Please. どうしよう。わあ、びっくりした。ない。むし。あ、ごめん。ごめんね。わあ。ない。帰ってきた。何？え、どうやって出るの？あ、こっち。待って、何、パイレーツ・オブ・カリビアンのさ、初代の敵みたいな。え、こっちでいいのかな。待って、でもこっちで敵いなかった。これ後ろから。あ、わ、でも火は怖いから本当に逃げないと。これでいいのか。の家じゃん。スバルの家っていうか、この爆発の仕方はめちゃめちゃあれなんだけど。ガデメロ。あれなんだけど、ユニバーサルスタジオジャパンにさ、いたよね、ああいうの。BGM よ。BGM 良いな。これあれだな、このゾイちゃんを救う話なんだな。反応できねえよ。うわ、なんだこれ。これあれじゃない、あのさ、クリスたちがさ作った防衛線かな。てか、あいつなんなの、最後のさ、パイレーツ・オブ・カリビアンみたいなやつ。Looks like somebody left the lights on. That's good enough for me. なるほどね、野営地に行って薬を取ると。で、光ってるところが野営地なんじゃないかという推測ですね。お前、脳筋の割になかなかいい推理冴えてる。それじゃあ行くか。え、ゾイ、これさ、置いてくの？理性を感じる。え、めっちゃわかる。なんかさ、いや、いいやつっぽいよな、こいつ。ちょっとジャイアニズムが過ぎるだけで。大丈夫だ、ゾイ。行くだ！ゾイちゃん、大丈夫だ、ゾイ。すごい光ってる。スバルが助けてあげるからな。
でも武器は拳。いいだろお前、拳でも別に大丈夫だぞい。これ大丈夫、今襲われたら殴れないけど。え、キックとかね。あ、やえじゃ。うわあ、ベベベ。ちょっと待って、カモンじゃない。何？カモンアリゲーターじゃないんだけど。カモンアリゲーターって君さ、自分が人間だということを忘れてはならぬ。おごりすぎだよそれは。え、ガチアリゲーターじゃん。これどうすればいいの、やば。安全だぞい。安全だぞい。Just you wait here. I'll be back with something to make you better. なるほどね。ゾイちゃんをここに置いていくと。で、ここは船着き場っぽいな。ここ、野営地の、やっぱセーブポイントなんだよな。もういつの時代もセーブポイント。待って、ゲーム実況超楽しい。ゲーム実況楽しすぎなんだけど、マジで。え、スバル、やっぱ一週間さ、力をさ、温存されてたからさ、今めちゃめちゃ楽しいんだけど。じゃあまあ、アリゲーターほっといていきましょうかね。あ、これはちゃんとね、殴らない。うべえ！よし。この感じでいこう。この背後から取っていく感じでいこう。スバルは世界最強になる。羊殺しもな、プロレスで今活躍してるらしいから。見ていてくれ、王冠。よっしゃーい。ナイスナイス、スバルナイス。なになになに、あー待って、こいつこいつやばいんじゃないの。おん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 。ちょっと待って、物理演算。なんだ、見た目だけだったな。イモムシはいらんだろう。取っとくか。あー、イモムシ取っちゃった。嫌いなタイプのイモムシ取っちゃった。ちょっと物理演算が荒ぶってましたね。ちょっと怖くなっちゃった。いるんだよな。これ何？あ、投げやり？なるほど、槍は使える。構える。あーん、はい、ゴミと。はい、スバルのエイムがゴミと。あーん、パネ、武器なんていらないんすわマジで。武器なんていらねえ、拳でどうにかする。それがスバルのスタイル、春コレクション。あん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 。しゃ、これなんかあんじゃないの、アイテム。なんもねえや。すごい、今回のバイオめちゃめちゃおもろい。なにこれ、完全に別ゲー。え、バイオハザードっていうシリーズの中でさ、こんだけさ、振れ幅。あ、来た、中高生のお土産。攻撃のエフェジー可愛くね。こんだけさ、振れ幅のさ、でかいさ、ゲーム作れるのほんま天才だと思うんだけど。おら、あん、いいぞ。連絡事項、汚染された汚染の影響で E 型感染治療薬の成分の変質が危惧される。薬が沼の影響で変わったってこと。治療薬を近接、隣接の汽船へ移送しておくようになること。クソ、めんどくせえことしやがってってブチギレてますね。なんかちょっと薬の成分変わっちゃうといけないからっつって場所が変わったみたい。うわー、なんか大丈夫かなこれ。もう、わあ、何？まあ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 、やるしかねえ。あん、あん、危ない。あー待って、強くない？おれ、あん、あん、あん、ちょっと待って、やべえ、しゃがんでた。痛い。おー、いや、まあ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 、こいつ強くね。待って、お前マジで拳しか来いや。おら、格闘技の真似じゃダメだ。おー、お前、はい、ジャブ、ジャブ入れてワンツー、オッケー、ナイス、アッパーナイス。
しゃあ大したことねえ野郎だ。お前知ったかクソ野郎。ザリガニなんだ大したことねえ野郎だな。チバ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 え、でもね、これね、なんかね、スバルね、格ゲーちょっとしてたから、まあなんか、あのコマンド入力ゴミなんだけど、今うわぁやばい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 痛い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 。おぉジャブジャブジャブ、ワンツーワンツーガードナイスガードナイスオーケージャブジャブジャブワンツーワンツー入れろワンツーワンシュワと、なんか食べとくか。あーザリガニってそのまま食べたら悪くないんじゃないんだけど、スバル絶対お腹壊すんだけど。なにこ、待って、全然死なないじゃん。帰るんかよお前、帰るんかい。今日はここまでにしといてやるわじゃないんだけど。あいつなかなかかわいいな。あいつなかなかかわいいな。なんか負けたくせに世界王者みたいな風格をさ出しながら帰りやがったね。やりやばい、スバル、やり使えない。これ何、ワニに投げろってこと？あん待って、やり強すぎでは。え、待って、ワンパン、ワンパンなの、ワニ、やば。おめえなかなかやるな、ヤリ。あ、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 怖いからやめて。怖いからやめて。え、ワニワンパンやばくない？さすがワニ漁のおじさん。ワニ漁おじさんだってことをすっかり忘れていたぜ。これ大丈夫かな？めっちゃサクサク進んでるんだけどさ、これなんかアイテムとか。あん、ワニなんてよ、人間の敵じゃねえんだわ。逆らうな、人間様に。え、これ大丈夫かな？絶対なんか取り逃してるんだけど。うん、しゃあ、やばい、もうやりがない。あ、終わった、みんな今までありがとう。みんなね、終わっちゃったね、終わっちゃったんだけど。でもワンちゃんにかけていくしかねえ。スバルは猫です。危ない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 。ああ、いいざまー。はい、両生類、両生類より人間だったというね。でもスバルは両生類好きと一応フォローしておきます。スバルは両生類好きです。何ここ。え、これを、じゃあもうこれいらないからこっち入れとこう。サバイバルマニュアル。うわー、セーブしとくかー。パセーブなんすなー。ワニは爬虫類。だからあいつ、陸ん時追ってこないのか。あれ、こっち前来たとこだよな。こっちじゃないな。あ？あ、ここか？ここか。あ、これが隣接された船ってこれかな。これっぽいよね。槍は拾えるで。マジかよ、使い捨てちゃった。ねえ、槍使い捨てちゃったんですけど。あ、これ使えるじゃん。いやいやいや、マジで虫をそのまま食う時代は終わった。これでいく。しゃあ、てかさ、これ何？攻撃のエフィジー。呪術に用いられる不気味な人形、所持数に応じて攻撃力が 1% ずつ上昇する。これあれか、もしかして使うんじゃなくて所持数だから体に今大量にこれつけてるってこと。とんだメルヘンおじさんになっちまったぜ。今体にさ、これいっぱいつけてる。この、そういうことだよね。これ呪われてる、体にこれ大量につけてる。いたよね、なんかカバンとかにさ、めちゃめちゃキーホルダーつけてるさ、友達とかいたよね。ここか、船って。いや、これ出てくるな。鉄くず、ちょっと上から行きましょうかね。登れやんのかーい。登れないということで、
いやいや、絶対上いけるでしょ、これ。あ、登れた登れた登れた。よーし、はい、来た、セーブ来ました。こういうところでね、自分を奢ってセーブしないとマジで積むから、絶対。わあ、優しいよ。かっけえ。ガチジャックスパローじゃん。かっこいい。スバルさん、パイレーツオブカリビアン好きなんだよね。よし、行くぞ。どんどん行くぞ。これが船の上か。あ、貼り付けになってる。よし、また一つ体に結びつけておこう。体に名物おじさんだろ、絶対。近所の子供たちから愛されてるよ。いやー、そろそろ敵出てくると思うんだよな、マジで。出てきそうじゃね。これで出てこないのは変でしょ。いや、いるな。ねえ、待って、それは知らないじゃん。ねえ、それは知らないじゃん。何これ、木の棒で戦えってこと？ドラクエってこと？何これ、木の棒。あ、なるほど。ねえ、全部使っちゃった。あ、これ使える。ねえ、待って、やばいんだけど。これやばくない？ちょっと待って。まあ、でも殴るしかねえ。うるえ、うわ、痛え。ちょっと待って、痛え、こいつ。ジャブジャブ、あん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 。あ、大したことねえわ。拳の前に敵なしだわ、マジで。大したことねえわ。よし、行くぞ。やっぱね、あの格闘技部の勘が、近接戦、近接戦、最近ゴールデンカムイとかでよく見てるから。大したことねえわ。もう回転いらないけど取っとくか。このムチュンみたいな音やばい。暗いね、急に。うれ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 、あん、よし。ねえねえ、もう忘れてた、前ホラゲーだった。どうしよう、暗いとこ苦手。はあ、もう船の中ほんと。待って、敵の背後を取ることってことは敵がいるってこと？おん、おん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 。え、やばいやばいやばい、かげろうなんだが。いや、ここの角にもいるだろう。あー、おーんお、背後取れないからもう正面で行くしかなくない？やばい、気づかれた。うるせえ、うるせえ、うるせえ、ま、あーん、おーん、あーん。待って、これ敵寄ってくるかな。やばい、待って、後ろから声がするよ。声が遅れて、あー、もう暴れてる暴れてる暴れてる。おーん、おー、痛い。待って待って待って、決めろ決めろ決めろ。あったあった。あ、死んだ死んだ。しゃあ、鉄くず。あ、なんかこっち行ける。ちょっとこれ、どうしよう、回復薬使うほどでもない。食べる？お前、これが一番グロいってどうなってんだこのゲーム。お前一番グロいじゃん、今までの描写の中で。どっちが敵なの？ここほんとライン越え。こっち一応先行く前にこの辺見とくか。なんかアイテムありそうだしな。いや、もう一匹いる。いやいや、どんだけ丁重に保護されてんねん、イモムシ。いや、もう一匹いるな。どこにいる？あ、死んだやつだ。いやいやいや、これそうね、これそうね。待って、でもスバルはこれ、オーン、シャー、怖くねえ、ジュバンナー。オーン、こいつなかなか強えな、こいつなかなか強え。鉄くず、
ちょっと普通にクラフトしとっか。これさ、爆弾よくね。あー、これ全部使っちゃった。全部ね、使っちゃったんだよね。では先に進むか。これ多分なんかこっち明るいところあったよね。なるほど、あそこに行かなきゃいけないから下から回んなきゃいけないのか。とりあえず出よう一旦。あ、そっか、やり回収できる。ごめん、忘れてた。コメント見てよかった。みんなのおかげで。うーん、消えちゃった。スバルの槍消えちゃった。スバルの槍消えちゃった。拳で十分だよな、やっぱり。やっぱね、拳しか信用できん。そんなね、すぐなくなるね、すぐなくなるようなね、関係のものなんていらない。スバルが欲しいのはただ一つ変わらない、自分で作った槍。いや、これサスケしたいな。いや、でもちょっと待って、割と暗いの怖いね。これどうすんだよ。こっちから降りていけってこと？あっ。やばい、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 やばい。ガバガバガバジュ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 バガバガバジュバなガバジュバな。これいや、さすがカジュアル、優しい。あ、すぐいなくなっちゃう。じゃあぐるっと回っていくか。鉄くずね、鉄くず。待って、なんでビガビガすんのね。ビガビガやめて。いや、これ芋虫かな。木の枝ラッキーですね。これ下に潜ってっか。これ下に潜ってこう。ね、待って、これ前から来ないよね。打ち合いとかならない。あ、何君、飾られてるじゃん。猛攻のエフィジー、なんだこれ。術に用いられる不気味な人形、所持数に応じて攻撃力が 5% ずつ上昇する。今ね、今やっと 10% 攻撃力上がってるかな。怖っ、何かと思った。これ成長したぜ。刺す、なんで刺すの。別に刺すじゃなくない。ん、ま、やばい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 。これトラップじゃん。待って、やばい、これどうしよう。これ行った方がいいの？え、行った方がいいの？これ。おい、出待ちが半端ねえんだけど。ちょっと出待ちやばいんだけどね、これ。え、拳で行くぞ。うわ。どけ。痛い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 。うん。待って、近接戦に持ち込むには1対1にせねばならん。まず重いからだ。よし、一体ずつ。はい、ナイス。ない、ない、ない。ああ、抵抗するで、拳で。お前、よくもやってくれた。しゃあ。ああ。うわ。待って、もう一体いない。大変だったぜ、パーティーだったぜ。ちょっと回復、ちょっと回復いらんって、やばくないか。回復使ってないのやばくないか。これカジュアルだからか。あ、待って、あった、待って、あったけど、一旦アイテムをちょっと、おわー、しばー、やばいやばい、攻撃性が上がったことにスバルの奥歯が痛がってる。お前そんな子じゃないだろうって痛がってる。なんか、あ、でもここ取ったのか。じゃあもう行っていいな。よし、行くちゃば、行くちゃばね。はい、回復薬、回復めちゃめちゃあるからもういらんな、これ。なんか刺さってる。
いやー、これちょっとボス来そうじゃないか。ちょっと待って、セーブしたいんだけど。セーブするところないの？いや、これボス来るだろう。いや、これ絶対やばいと思うんだけどな。これやばいよね。これ絶対来るよね。勇者の槍なんだか。作っとくか。木の枝一本残し。ここ来る前に。でもまあ負けない。まあそうか。ちょっと待って、これやばいって。これ大丈夫？本当にこれちょっとセーブポイントあるんじゃないの？ちょ、拳信じていくぞマジで。ムカデ、よし。じゃあムカデと拳を信じていくか。大丈夫かな。もう絶対怪しいんだけど、こんなの。まあめっちゃ回復あるし、ワンチャン。あ、ここにあるじゃねえかよ。おい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 今のおいおいキモすぎてやばかった。おい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 、はいはい、攻撃のエフェジーね。これでオッケー。あ、これか。よし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 。 What? Oh, come on。あー、絶対やると思った。絶対殴ると思った。やめとけやめとけマジで。お前ノーキングバカオン。はい、拳最強と。This is it. Finally. いや、もう大変だったよマジで。やっぱ拳なんだよな。あー、なんだなんだ、もうなーに、なん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 、やめて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 。誰誰誰だ、こいつ。さっきのめっちゃやばい。ヘッチョコパンチ、ヘナチョコパンチが。え、待って、やばくない？え、どうすんの？え、やばい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 。ねえ、おじいちゃんなんですよ、この人。ちょっと、いや、これよくないよ。あー、もうかっこいいな。かかってこいよ。先手必勝。待って、一回ガード。いや、もう一発来る。オッケー、ナイス。もう一発来る、危ねえ。やばいな、これモノ食らうとやばいんじゃないか。このひるんだところ、後ろ入れよ。ダイレクト、ナイス。お、こいつなかなかいいガードしやがる。どこ行った？はいはいはい、いった。ちょっと待って、腕長。お前リーチ長すぎるぞ、やめろ。はい、ナイス。追い打ち、いけー。うわー、くらー、気に入ったな。あんあんあん、やばい、プロレスじゃんガチで。スバルバイオで。痛い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 。待って待って、一回回復しよう一回回復しよう。こういうのね、おごっちゃいけない。おごらずに。あー、回復はそれなんだね。やばい、タックルはやばい。おわあ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 。ナイスナイス。はい、ジャブジャブ、オッケー。もう一発いるよ。コーナーに追い込め、コーナーに。ナイスナイス。相手に攻撃の隙を与えるな。いいぞ。オッケーオッケーオッケー。ひるんでるひるんでる。いけいけいけ、ナイスジャブ。いいぞ、コーナーに追い込め。よっしゃ、とどめだ。くれてやるぜ。うわ、痛い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 。お前それ掴むのすごいね。ほんとそれ、あああああ、黒い黒い、わあ、黒いよ。ふうじゃないんだが、ふうじゃないんだが。待ってろよゾイ。ちょっとスバルも息上がっちゃった。あ、ドアが開いたようだ。あ、息上がっちゃったスバルも。え、これおもろい。ちょっと待って、なんか爽快感がやばい。何これ、新しいこのバイオハザード。しかもこれ思ったけど、分かりやすいように黄色にしてくれてんだ。ちょっと一旦さ、飲み物取ってきていい？タタラータタラー。ちょっとはしゃぎすぎたはしゃぎすぎた。ちょっとは
はしゃぎすぎてやばいんだけど。でもさっきのがボスじゃないのか。うん。はあ、うまっ、うめえ、おもれえ、よし、続きだ。うん、さあ行くか。ちょっとセーブしたいけどな。セーブどころではなさそうだ。よし行くぞ。うわこのさ機械の感じめっちゃ好きなんだけど、わかる人いる？この入り組んだ感じかっけえ。ちょっと今回はなんか怖いっていうよりガチアクションだな。ゾイちゃん、ザリガニか。まあ、ザリガニだったらねギリ食べれるかなっていう。ちょっと芋虫はしんどいわ。こっちとかなんかありそうだけどね。なんもないのか。で、あ、ここか。ゾイちゃん、わかりやすくて助かる。やーし、ムカデの方が、いやムカデも無理だけど、ムカデも無理だけど芋虫が一番無理。ゾイちゃん、あ、これクリアなんじゃない。お待たせ、うわーびっくりした。もうやめて、もうやめて、マジで。なんだあいつ、あいつ半端ねえな。あんなもうあれじゃんね、ディズニー映画みたいになってきてるじゃんね、一周回って。あいつみたいじゃない、あのさ、あのあいつなんだっけ、ヘラクレスじゃなくてさ、リトルマーメイド。ちょっとあいつ可愛くないか。これで追っかけるのか。リトルマーメイドのあのなんかタコのやつみたいになってる。よし行くぞ。ゾイちゃん、ゾイちゃんどこ行ったの。これ下からぶち破ってこない、大丈夫ね。これさ、下から来ない。銃持っとけよ。一丁ぐらい銃あったらこんなことになってないやろ。これワニも素手でやって、おーすごい幻影だったようだ。絶対に見つけてやろうな。消えたんだけど、幻影なんだけど、下から来そう。ジャングルクルーズですね。ね、月が綺麗。わ、でもこれ死体かな。なんかやっぱさ、沼のさ性質変わったって言うけどさ、もうこれ沼とかじゃないもんな。汚染されすぎてやべえことになってる。ここ前までね、魚とかがねいるようなところだったんだけどさ、本編でもね魚がいないんだよ。この先か。うわー雰囲気あるし、これさ岩かと思ったら動いてんだけど。ついたようだ。拳が最強すぎてもう何とも思わんくなってきた。これやばくないね、見て動いてる。岩じゃなかった。引くか。うわーでもやっぱちゃんと怖いのやばいな。こんなに最強の拳を持ってしてもちょっと怖い。これとかめくれない？めくれないか。あ、なんかある。なんだこれ。いや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 、ミッケかよ。こういう絵本あったよね、なんか。こういうさ幼稚園向けの本あったよね。いやーこれやばいんじゃないか普通に。ちょっと待って、これは弓矢作っといた方がいいと思う。これどこ行くんだ。いやこれ絶対急に来るもん。これは？あーセーブね。しょー、セーブしとっか。やいやいやい。さあなんかあるね。なんだこれ。ザリガニだな。よし、まああえてね何も言いません。スバルは、スバルはねアイドルなんでね何も言いません。ねえもうバカチンじゃん、もう最悪ほんとに。お前ビビらせやがってよマジで。ああ待って、マジじゃん。もうね、まね、何このトラップやだ。振り忘れてないよね、なんかエフィジーありそう。エレジー、エナジー、
なんかあるんじゃないのこれ。そこの前に何もね。うわ、あの鉄くず欲しい。やれ、もうやっつけるか。あん。よしよし、これで全滅したんじゃないか。これとかどっちに行くんだろう。何もない。こっちで合ってんのかな。うわー、ちょっと待って、合ってるっぽいけど、ちょっとあっちにもちょっと一回アイテム、あっち絶対アイテムあるから、だったらちょっとあっち取りに行くわ。やばいなあれ、多分あのさ、上を渡って向こう岸まで行け的な、それなんじゃないかな、あっち。むずっ。あー、はい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 、なるほど、一本しかないと。まあね、なんかお情けみたい。もっとあってもいいじゃん、カジュアルなんだから。でもワニは復活しないのか。俺ま、あ、そうだ、槍回収できるんだ。え、あれ本当に回収できるの？すぐ消えちゃうんじゃないの？ちょっと槍が回収できるか、ちょっとやってみるか一回。回収できません。おい、わざとお前回収できねえじゃねえか、おめえこれ、おめえこれ回収できねえじゃねえかよ、わざっぷ。まあでもね、わざっぷくんもね、きっとね、スバルちゃん、これはね、スバルちゃんの腕前だと多分絶対に回収した方がいいよという気持ちでやってくれてるからね。スバルは何も言わないけど、ワニおめえはダメだ。しゃあ、泣いちゃう、泣いちゃう、泣いちゃう、ない。待て、いる、待て、いるな。え、これどっから行けばいいの。もうあれはいいかな。おこれ、やばい、ニャンかも、やばい、ニャンク逃げちゃったかも。どっちからでも行けたんだ、なるほどね。めっちゃ怖いな、結構怖いな、ここなんか別の意味で怖い。上か、よし。あ、間違えた、ドアを普通に殴る癖が。よし、着いたぞ。なるほどね、ボムがあるってことはボムを使う場所があるということな。いや、ここやばそう。いや、ボムが置いてあるということは、どこかでボムを使わなければならないということを。ザリガニ、ザリガニパーティーじゃん、ザリガニ。ザリガニ死ぬほどあるんだけど、いきますか。あー、なるほどですね、これはなか。あ、ボムね、作りたいんだけどさ、ないんだよ。いやー、まあ行くかー。これ多分落ちるでしょ。で、下にワニいんのな。まあ拳があるので。危な、マジで危な、危なすぎ。ね、待って、あーん、あーん、うん、ナイス、うるれ、よし。まあ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 、一体ぐらいならね。うるせえ、無理なんてねえんだ。拳の前に、拳の前に全ては無意味。ちょ待って、やばい、あいつリーチ長すぎ。あー、ずるいよ、お前やめろ。早く早く、死んで死んで死んで。ねえ、めっちゃ出てくる、めっちゃ出てくる、めっちゃ出てくる。あー、ゼルダ、ここだけゼルダだった。ちょ待って、これはこの一車線、一車線に、ここ危ない、これガードするべき。ちょ、やばい、めっちゃめっちゃ飛んでた。ナ
多分槍でやるところじゃん。全部グーパン出ちゃった。これ取ってね、これ取ってね、槍でやるところじゃんね。これグーパン出しまったよ。まあいいや。ちょっと食べとっか。ザリガニ、ザリガニってさ臭いんだよ、知ってる？ちゃんと処理しないと臭いんだよ。よし。うわあ、これ、いや待て、これ下に階段が、これさね、ね、これさ下に階段があるってことはさ、下行かん、なんか鍵とかあるんじゃない？めっちゃ刺さってる、めっちゃ刺さってるけど、うわ、あの3本取りに行くか。一番怖いんだけど。いや、これ囲まれたら終わる、マジで。よし、あー怖い。よし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 、で拳、ムカデ、エレジー、よし取って、いやもうこれ帰っていいだろう、探索もういいだろう。これ多分ここ取りに来るためだけの場所だと見て、一応構えながら、待って、どこにいる、いる、来てる来てる来てる、大丈夫大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、ナイス。なんだ、何の音、何の音、え、こっち、え、でもこっち行け、もうさ見えてるんですわ。おめえ、おめえ出待ちしてんじゃねえよ、スバルみたいにケツに刺さる、おれー、ナイス。君さ出待ちしてるんじゃない、これね、ホロライブ式のね罪の償い方なんですけど、おれー、ナイス。やっぱケツにメイスなんだよな、スバル知ってんだ、ケツにメイスが最強だってノエルが教えてくれた。待って、後ろにいる後ろにいる後ろにいる、危ない、待って、あれは危ない。よし、ナイス、拳にして、まずこいつから、痛い痛い、まあこれぐらい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 、お前からじゃ、お前ちょっと生かしとくと、ナイス、よし、よーし。あのね、小賢しいからな、あいつ残しとくとやばいんだよ。本編でも強かったしな、腕なくなる、いや確かにこいつ、こいつ腕強すぎる、マジで人じゃねえ。にゃー、後ろに回り込めないのか、後ろに回り込みたいんだけどな。ナイス、オッケー、よし、いいぞ、ムカデ取った？ここの、でもこれでもういいのかな。いやここなんかね、多分ね角待ちしてる敵めちゃめちゃ多いと思うな。え、多そうじゃない？こいつ絶対角待ちしてるだろ、もうプンプン激臭激臭、え、マジでね香ってる。もうあそことかさ、お前角待ちしてんじゃないの？してないか、くせえのらね。いる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 。いや待って、いるけど、これアイテムじゃないか、大丈夫？え、ここってもう無視、無視でいって、待って、何の音、なんで、何の音もうさほら見える、みんなお着替えしてるんですわ、あそこで。しかもこれ落ちたらやばいしな。いや、いやいやいや、もうもう、ちょ待て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 、冷静にこれをここに置いちゃおう、えい、ねえもうバカなんだけど本当にねえ間違えた、スバルかっこよく行こう、お前スバルかっこよく行こうと思ったんだよ、お前できるスバルを見せつけようと思ったんだよ、お前のせいだ、お前もパリコレしてんじゃねえ、パリコレみたいに袖待ちしてんじゃねえ、お前カモテ、おれ神手から待機しやがって、
しゃあ。やっぱ爆弾なんてね、いらないんですわ。拳の前に、パワーの前に全てが不要。もう一体いる。どこ？もう一体いるな。右。うれぇ！うれぇ！ナイス！こいつを先に倒さんとマジやばい。あー、やばいやばい、マジでこれはやばいよ、やばいよのび太くん。危な、マジで死んだと思った。今マジで死んだと思った。あいつのせいだ、あいつが全部ある。お前よ、ボルデモートみたいな格好しゅ、ちょっと待って、槍強すぎ。槍ワンパンなの？槍ワンパンなん？熱っ、激熱じゃん。みんな槍ワンパンなんだけど。まあやっぱワニワンパンでいくからな。割りじゃない、槍。ご飯タイム。何が出るかな、何が出るかな。あ、ザリガニ、あ、ザリガニ臭いです。くせえのら、なんもねえのら、行くのら。ナイス。あ、そろそろ、あ、はいはいはい、セーブデータ、はい、もう絶対セーブある、絶対セーブある。あ、もうやっぱ信じられるのはバイオハザードだけ。信じられる、お前ここで一服してんじゃないんだけど。うん、うめえのらね、ここでやばいな。でもさ、やっぱさ、戦場でさ、タバコ吸ってる人とか結構いるけどさ、なんか緊張しちゃうからガムみたいな感じなんかな。もうカデ、やばい、このままザリガニだけ食べてこのゲーム終わりたい。ムカデとイモムシ食べたくない。わ、すごい。待って、マジで雰囲気あるじゃん。ディズニーなんだけど、ここみんなディズニーランドのさ、白雪姫乗ったことある？あれガチ怖い、こんな感じ。あれね、ピノキオみたいにね、子供用の乗り物だと思ってね、乗るとね、マジで痛い目見るからね、みんな気をつけた方がいいよ。うわ、雰囲気あるな。これはあれから生まれちゃう系かな。いや待って、これはね、生まれてくる。いや、モム1個しかない。これ絶対あそこから生まれるじゃん、リボンしちゃうじゃん。まあセーブしたからいっか。いやでもまあワンチャンね。ああ、帰れない、帰れないですね。行くか。もう絶対あそこから生まれるんだよな、こういうところから。よし、体にいっぱい結びつけとけ。いやでも回復アイテム芋虫しかないから、ワンチャン何も。ああ、何何何、ああ、やばいやばいやばい、どいて、どけ。待って、落ち着いて落ち着いて、敵まず。ああ、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、とりあえず殴ろう。いや待って、これは冷静に、もうこれでワンパンで仕留めよう。ナイス。間違えた間違えた、バカチンかな、バカチンかな。あん、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 ナイス。で死んで、あいつ、あとあいつだけ。あいつ、あいつね、結構ね、あいつはこれ使っていいだろう。こっち来い、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 ナイス。はい、アンヨが上手、アンヨが上手。イエーイ、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 やばい、ゲロだ。あー、ゲロゲロ。待って、これゲロじゃない、サンダー。待って、ガチかかったらやばいやつじゃん。あいつ近づいちゃいけねえ。アン、死んだ？死んだ？
わあ、びっくりした。もうなんだよ、なんかああいうでかいやつ最後に爆発すんのやめろ。びっくりしたか、びっくりした。あいつなんかいつも、てかさ、ずっとあれさ、ゲロだと思ってたんだけど、バチバチに胃酸なんだけど、体溶けちゃうんだけど。ちょっと虫食べとこか。あれ、ザリガニだっけ。はぁ、ライン越え完全、今のライン越え。まあ、スバルはね、ディスカバリーチャンネル見てるからね。まあ、あの、虫を食べる文化にも、あの、別にあれなんだけど、スバルはできるだけ食べたくないっていうとか言いながらね、スバル一回ね、虫食べたことあるんだよね。なんか何これ、あの虫のお菓子ちょっと食べたことある。ゾイだ。え、雰囲気最高じゃん。え、待って、ここ教会か。え、雰囲気最高すぎる。最終決戦場。It's a goddamn sacrilege。大丈夫かゾイ。待って、これゾイがいきなり隠せ。ほーもう、お前、行けー。力と力のぶつかり合い、それがスバル式。行け、大空スバル式だ。ジャック、待って、ジャックじゃん。やば。ジャック、負けたんだけど、え、ジャックだし負けたんだけど、え、あ、いや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 、バトル終了され墓地に送還されるかいや、なんで、え、待って、ジャック、マジかよ。ジャックだったんだこれ。やばい、墓地に輸送される。やばい、ジャック。え、これさ、待って、これ、え、待って、これもしかしてこのまま水に？ねえ、マジありえん。え、これバッドエンド？え、これバッドエンドなの？やばい！生贄にされる、墓地に。え、これどう兄弟喧嘩だったんだこれ。強すぎる。グリーンランタンだったら生き残れなかった。Oh, hell, Jackie boy. 危な。What's happened to you? どうしちまったもん、こうしちまったもんねえよ。お前マジで墓地じゃんここ。危なすぎる。普通に正解。やっぱ拳が最強なのかもしれない。すご。もうなんかすごすぎて奥歯が痛い、ずっと。船着き場なんだ。なんか海水の流れなのかな。で、今からゾイ奪還作戦か。なるほどな。面白くなってきたぜ。この BOW が、あ、ヘリだ。カプコン製のヘリはやばい。あのベイカー製で多分今戦ってんだね。あの BOW っていうのは、あのさっきの化け物みたいなやつね。なんか聞いてないらしいんですけど、スバルの拳は効くということで特殊ヘリのさ、弾丸が効かなくてさ、スバルの拳は効いてんのやばすぎん。もうなんか拳に呪いを受けたとしか思えないんだけど。やばい、銃声がするね。何何何、やばい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 、やばくない、やばくない、やばい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 、やばい、え、あいつやばい。え、待って、開かないんだけど。え、待ってね、どうしよう。え、もうやる、ちょっと待って、やるしかないのか。え、あ、でもこっちに道がある。え、さすがの鉄はいけないか、お前。自分の力をさ、な、こっちから、何これ。いや、早く早く早く、何これ、アイテム。え、 What the hell is this?One of fancy toys? おいおいおい、これアイアンマンじゃねえか。アイアンマンだ。アイアンマンだ。つまりアイアンマン大好き。何これ。
Charge complete. おれ、え、ワンパン？うわっ、待って、食べよう食べよう食べよう。チャージコンプリート。おれ、ワンパンだ。ダメだ。待って、しかもカツカク BJ みたいな流れてる。え、かっけー。すばる、アイアンマッチだ。おれ、やばい、2体一気にいけんじゃん。かっけんだが、早くな、早くグーパンして、あ、やばい、スバルもファミパンのファミパンしたくなっちゃった。あ、でここがあれか、ベイカー邸のあの旧のあの虫、虫おばあちゃんのとこだ。ここアイテムセーブあるかな。セーブあるね。ナイス。え、やばいんだけど。え、めっちゃスバルも家族だった。何これ、家族だね。あ、ゾイちゃんだ。なんかゾイちゃん、やっぱりなんか家族、昔はね、これ小学校の時かな、思い出ですね。うわ、 BGM 良すぎて鳥肌がやばい。ほな、もうずっと溜めといた方がいいでしょ。そうだね、ここ虫、虫んとこだ。で溜めたままムカデを取る。こっちでいいのかな。え、やばい、ちょっと待って、 BGM 好きすぎ。おれー、ワンパンチャバー、スバルがゾイを作ってば。おれー、かっこいい、めっちゃかっけんだけど。やばいね、なんかバイオ、バイオ、バイオっぽくないといえばバイオっぽくないけど、え、めっちゃ楽しい、これみんなやった方がいいよ。スーパーヒーローなんだけど。いかちゃまやった。こっちは、ここはいけない。これどっちに行きゃいいんだ。こっち、あ、でもちゃんと行けなくなってるから道なりに行けばいいんだな。確かに舞台はなんでこれ置いてったんだ。確実にこれだったらやれただろう。行こう。でかいやつも関係ないっすか。いたー、すいません、調子乗りました。すいません、これは調子乗った。ナイス、もう一発。死なないな。死んだ、死んだか。爆発する。はあ、これ爆発すんのが怖いんだよな。反動がやばいのかな。これスバルにしか扱えない系だったらめっちゃ熱いよな。やつはこの先にいるらしい。うわ、なんかさえ、あ、攻撃のエフィジーもういらんやろこんなん。無双なんだけど。あ、いる、特殊部隊の人。そういえばさ、なんかさ、ベイカー邸がやばいうんぬんかんぬんとか言ってたから、だからベイカー邸に戻ってきたのか。いるね、キャンプしてる。こんなんなかったもんね、本作の時。待って、 いると思う敵。うわー、めっちゃやられてるじゃん。なるほど。で、ここで一旦アイテム回収して、こっからが本番。もっとあの BGM 聞かせてくれ。 AMG78、 運搬作業における作業員の、あ、負担軽減を目標に開発。腕に装着することで神経パルスを検知、アクチュエータと連動し最大50馬力以上の出力が可能。最新鋭のショックアブソーバー搭載で人体の、でも反動ゼロなんだって。これしかもさ、グーパン用じゃねえわ、作業員用だ。これグーパン用じゃないんだ。新しいね、使い方を
兵器としての使い方を見つけてしまったグーパンおじさんが。やばくない？ 50 馬力ってやばいよね。50馬力がどれぐらいやばいか知らんけど、やばそう。とりあえずこのまま行くか。爆弾1個作っときたいけどないか。回復、え、待って、あ、そっか、回復ないんだ。そっか、流れ着いてあそこでなくしちゃったのか。何にもアイテム見てなかった。グーパン無双しすぎて何にも見てなかったぜ。じゃあこれで乗り込むってこと？やべえ、テンション上がってきた。待って、バイオハザード史上こんなにテンション上がることあるってくらいテンション上がってる。行くぞ。 Just you wait, Jack. 待ってろよ、ジャック。 So it's coming with me. Come on with me. あ、ここ見て、馬のところだ。 Zoe. いた。 Zoe ちゃん。 Zoe. 待って、来るんじゃない？来るんじゃない？ Wake up! ほら、もうお前急に。なんなん、そのひょっこりはんみたいな登場の仕方。来たな。お前は生かしちゃおけねえ。なになになに、あ、やべ、痛い。敵に背中を見せて死んでしまうよ。待て。ああ、マジか。やばい、これちょっと待って、ガードしないと。ああ、なんだなんだそれ。ハテブリ。ここ。よし。ガード。オッケー。な、なんで？ガード。オッケー。ちょっと待って、ちゃんと敵を見て。ちゃんと敵を見ろ。動きを見て、ロックマンで学んだ。行け、今。待ってくる。敵を見て。いや、タックルはやば。ここナイス。一回離れて。ごめん、画面めっちゃ揺れてる。ここナイス。待って、ガード。オッケー。これがやばい。これ何？いった、横振りはやばい。これは縦じゃない？横。これ敵からね。タックル、横になったらしゃがめばいいのか。やばい、うるえ。あー、このオッケー、離れて。危な、よっしゃ。もう一発、もう一発。おいしょ。ああ、離れて。立て。おっしゃ、ガード。オッケー、離れて。ああ、くそ。タックル横。危ない、これ。横の横、危ない。横もガード防げるじゃん。ガード、いや、ガード入れたい。いや、やばい、これ背中見せるとやばいな。今のもったいない。よし、ナイス、ナイス。待てよ、ナイス。オッケー、入れろ。よっしゃ、スーパーマン。よっしゃ、その構え見覚えがあるぜ。先輩がめちゃめちゃ、あー、ちょっと待って、危ない。スーパーマン撃つやん、こいつ。スーパーマンっていうね、打撃技もある。もう一回ガード、ナイス。オッケー、ナイス。ガッテン入れたい。ガード、あ、近い。ガード、オッケー。いや、こいつ、待て、勝て。痛い、回復薬がある。いや、横やばいな。ガード、ナイス。
オッケー入れた、もう一発、よし、ガロン置けないぜ、ガロン、もう一回いける、殴れ、ナイス、もう一発、おら、もう一発、いけな、なな、やばい、エンディングかな、ちょっとエンディングになる気配を感じたので、これエンディングかな、エンディングじゃなかったらいいんだけど、ちょっとクソデカスバルしていい、ちゃんとクソデカスバルにします。あ、これエンディング、ちょっとボリュームを下げて、あれ、ゾイちゃんは？やばい、ゾイちゃんどこ行った？回復薬めっちゃあるじゃん。あれ？みんなゾイ消えたんだが。あ、いた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 。ゾイちゃん！大丈夫か？助けてやるぞ、ゾイちゃん！え、でもゾイ可愛いな。え、これでゾイ救われるのかな、救われてほしい、ゾイ救われてくれ、大丈夫か、押せよ、ドンムーブじゃねえ、ねえかっこいい、守ってる、かっこいい、ちょっと色、あ、お前ゴリス、ゴリス、お前こっちアイアンマンなんだぞ、ゾイベイカーです、こんにちは、ちょっとね音声はねちょっとね消させてもらっている、さまざまな都合で、あーでも救われたんだー、よかったー、救われてー、あ、戻ってるじゃん、よかったー、え、かっけえ、3年も一緒にいたのがそりゃやべえわ、やっとね終わったんです、いやな、なんかでもさ、ゾイはね家族のこと好きなんだろうな、でお父さんを殺した、もう死んじゃったんだよね多分、石化して、タフな子なんじゃねえよお前、押せんだよゴリス、でもゴリスかっこいいな相変わらず、誰誰なの、ゾイです、あ、待って、え、待って、これ初期主人公の話、ちょやるやんけ、やばい、バイオ終わっちゃった、めっちゃ楽しかった、スバルエンドオブゾイめっちゃすっかも、ということでね皆さんねありがとうございました、スバル初バイオハザードシリーズだったんですけどとても楽しかったです、みんなもねぜひねダウンロードコンテンツなのでねクリアしてやってみてください、え、超もろかったんだけど、え、てかこのタイトル画面超良くない、映画なんだけど、え、あとねエンドオブゾイはねもうねあのね価値観 BGM みたいなのがめちゃめちゃいい、でも超良かった、スバル大興奮でしたね、いやアイアンマン超良かったよねマジで、かっけー、スバルもこれ記念撮影したいんだけど、記念撮影しよう、
どう？いい感じ、みんな。いい感じ、これ。ちょっと紛れ込めてるかな。スバルもいました。はい。ということでね、最後にね、スーパーチャット読んで終わりたいと思いまーす。はい、みんなもね、見てくれてありがとうございました。明日はね、グラブルの日なので、よかったら、また見に来てください。8時からです。よいしょ。かっけー。てか、この、いや、かっけーな、マジで。エンドオブゾイ超好きなんだけど。え、超よかった。Thank you for watching! Next stream, next day, PM 8! PM 8! Gravel Fantasy! よろしくお願いします。あ、間違えた！明日休みだ！あ、ごめん！ 28 休みなんだ！あ、やばい！ごめん！ 28 って言っちゃった！やばい！オープニングにも 20… あ、やばい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 ！間違えた！ちょ、間違えた、みんな。明日じゃない！ Sorry! Next stream!サンデーマンデーチューズデイ、ん、サンデーマンデーチューズデイ、ウェンズデイ、サチュアデイ、サチュアデイ、サチュアデイ、 PM8、 サーズデイ、サーズデイ、 PM8 スタート、ソーリー、サーズデイ、サーズデイ、 PM8、 グランブルファンタジー、Thank you。 わあ、おもろかった、マジで。え、もう一回やりたいんだけど。え、もう一回やりたい。え、なんかね、これね、サクッとめちゃめちゃいい感じになる。おいしょ。たん。それでは最後にスーパーチャット読んで終わりたいと思いまーす。もう一回、おもろかったな。めっちゃおもろかった。ふわ、水うま。じゃあスーパーチャット読みます。うん、これ直さないと。これ28じゃない。明日はね、ちょっとね、収録があるんだよ。収録が、ごめんね。29です。あー、面白かったー。なんか最後の盛り上がりやばくなかった？最後のあのさ、あれ、しかもごめん、アイアンマンじゃないんだけどさ、普通に。スバル、ああいうさ、パワードスーツめっちゃ好きなのね。なんていうのかな、あのさ、エイリアンとかでも出てくるんだけど、ああいう、いや、あれ盛り上がるよねー。そう、ガントレットみたいなさ、人生で一回パワードスーツ着たいんだが。スバル、あれだった、ホロライブ入った時に掲げた夢の一つにパワードスーツを着る企画をね、考えてた時期。100万人記念で着ようかな、パワードスーツ。パワードスーツ着たいんだけど。マジで、本当に考えてた。あの当時からパワードスーツを着る企画をずっと考えてたけどね。パワードスーツいいよね。100万人記念で。でもさ、パワードスーツ作ってる会社あるんだよ、日本に。で、スバル、そのテレビ見て、超いいじゃんと思って。パワードスーツ体験レポートしたい。待って、手がなんかさ、手がなんかチョコレートで汚れたから、ティッシュ持ってきていい？ティッシュ持ってくるね。ちょっと待ってて、ティッシュ汚れちゃった。収録だ。頑張ってくるぜ。
い。ただいまー。でも1時間半しか配信してないのか。もっとした気分だぜ。なんかいい意味でボリュームがめっちゃあった気がする。てかなんかあれなのかな、結構充実感が高いこのエンドオブゾアイ。なんかね、テンポよくサクサク進んでもう一周したくなるねこれ。はい、それではスーパーチャット読んでいきまーす。よいしょ。満足した、サティスファクションした。サティスファクションしました。一生キノコ派のヒマジン先輩ありがとう。ブラックシライ先輩もありがとう。ホコスルアルマ先輩もありがとう。ドロドロ先輩もありがとう。ハルカッカ先輩もありがとう。パワードスーツで乗馬体験レポート。馬に乗る意味なくなるじゃんそれ。それは馬に乗る意味なくなるじゃん。森尾美先輩もありがとう。そしてよ、たたみ先輩もありがとう。ファミパンおじさんのパンチの血筋かもしれない。めっちゃ思ったそれ。やっぱね、ファミパンおじさんの血を受け継いでる。ブラックシライ先輩もありがとう。フリーダムゲンマヒット先輩もありがとう。アネゴ先輩もありがとう。ジリアン先輩もありがとう。ライコー先輩もありがとう。あ、今ね、そういえばさ、なんだっけ。あ、そうだ、今、ラミーとさ、ホタンちゃんがさ、バイオしてるからね、みんなよかったらね、そっちを見てください。今日ラミーとチャットしてた。ラミーのサムネイルおもろすぎて。あ、庭出してる。そう、みんな見てね。アネゴ先輩もありがとう。ジリアン先輩もありがとう。叫びすぎないように、最後ちょっと興奮してさ、ちょっと叫びすぎちゃった。ライコー先輩もありがとう。レンマ先輩もありがとう。西玉先輩もありがとう。ボムコ先輩もありがとう。そういえばさね、グラブルってさ、次でさ、あれかな、最初のショーラストかな。最初のショーラスト行ったらあれ見たいんだけど、どうして空は青いのか。みんながめっちゃいいって言うからめっちゃ気になってる。レンジャーサインと。あ、まだ先なんだ。まだそこそこある。あ、じゃあ大丈夫か。あと10勝ぐらいあるともうめちゃめちゃあるじゃん。全然大丈夫だった。西玉先輩もありがとう。ボムコ先輩もありがとう。発狂すると思うから、はい、のど飴だ、ありがとう。デジコニョ先輩もありがとう。ジンラブチュチュジン先輩もありがとう。X 先輩もありがとう。テイクダウン先輩もありがとう。MA 先輩もありがとう。んごんご、んごご、んごんご。んごんごるもっと先輩もありがとう。下山くんもありがとう。カニ味噌先輩もありがとう。ゆうと先輩もありがとう。お誕生日おめでとうな。そして、カトリブタ野郎先輩もありがとう。ミトスパ先輩もありがとう。ヨンキー先輩も完全復活ぞいってありがとう。サヤエンドウ先輩もありがとう。ちょっとはしゃぎすぎちゃった。はしゃぎすぎちゃったよ。西山ゆずる先輩もありがとう。退屈？退屈先輩も Thank you for watching。そしてユーミン先輩もありがとう。政府や大学のって言い回し、スバルちゃん絶対好きでしょ。スバル、なんだと思われてんのマジで。なんだと思われてんだ。ご当地しゅしゅご当地 T シャツ首相おじさんもありがとう。万族の王。
そしてタツ先輩もありがとう。声大変だったと思うんですけど、ツイッターに上げられてた声個人的に好きでしたっていうね、あれね、でもあれもね、どうやって出したか忘れちゃった。チョッピン先輩もありがとう、お誕生日おめでとう。28日なのか、いい記念にしてくれ。白水先輩もありがとう。みなみな先輩もありがとう。ガイジーン MC ドゥ MC ドゥ先輩も Thank you for watching。みなみな先輩もありがとう。シュウ先輩もありがとう。ナミボーズ先輩も笑ってはいけないバイオハザード7助かる。マジでそんな感じだったよね今日なんじゃもんじゃ先輩もありがとう。んごんごんごごんごんごモルモット先輩もありがとう。退屈先輩もアヒルおじさんウィンアヒルおじさんじゃねえんだけど。眠い先輩もありがとう。ラブボックス先輩もありがとう。あ、人形取っていかないとボス戦大変なんで必ず取って、あ、そうなんだ、取っといてよかった。でも確かにさ、最後のあいつ結構硬かったもんな。トリガーハッピー先輩もありがとう。カシムン先輩もありがとう。ユーミン先輩もワニは爬虫類やで、寄せ類かと思ってた。でも、ワニって陸地でいけるからさ、両生類じゃないの、あいつ。違うの？違うの？違うのか？塩先輩もありがとう。坂本先輩。原則として淡水の生き物を生で食べると、寄生虫の関係で余生を苦しんで生きる羽目になると思っていいです。野生のキノコも原則 NG。 やっぱあのじいさんが強えんだやっぱアンファ先輩もありがとう。本編序盤俺バイオか、これ本編終盤俺これバイオだったわ。ノットアヒーロー俺こいつはまごうことなきバイオだな。エンドオブゾイ俺これはなんだそりゃそうなるな、そりゃそうなるわ。タンパン先輩も、スバルは猫ってちょっとわからないので試し、スバルね、マジ猫の真似超うまいよ、マジで。あーん。あーん。うまくね？スバルマジで一時猫の真似しかね、練習しなかった時期あるんだけど。あーん。あーん。めっちゃ猫じゃない？猫的性あるでしょ、これ。機嫌の悪い猫、ドラ猫。わ、なんで可愛いじゃねえかよ、おい。白玉先輩もありがとう。んごんごんごごんごんごルモット先輩もありがとう。グレイ X 先輩、ガリー X 先輩も、ワンパンマンダウンロード。ワンパンマンっぽいのでもわかるな、それ。Thank you。今宵のジェレミア・ゴッド・バルド先輩もありがとう。これなんて読むんだ、チンチンなんちゃらフォン先輩。 Great to have you back シュバー Congratulations Thank you。 アイロアマビ先輩もありがとう。 Thank you。 今日のヤクモ先輩もありがとう。ムチキ先輩もありがとう。めちゃキレ散らかしてる猫やまだ猫の話してんのか。レイジンカーナディアン先輩も Thank you for watching。 油そば先輩もありがとう。なんだこれ、鳩麦茶サブロー先輩もありがとう。モグタンもありがとう。んご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 るんごるんごんごるもっと先輩もありがとう。あーさん先輩もありがとう。面白&見応えありすぎてスパチャ忘れたよ草ってそれな、おもろかったね。イグアナ先輩もありがとう。鳥になった島の達也先輩もありがとう。最後の展開熱かったなマジで。
あ、バイオ8ね、したいと思ってる。バイオ8、あれ体験やった方がいいのかな。体験してみるか、体験版ね。赤座先輩もありがとう。ダフネ先輩もありがとう。ゴン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 ゴルモット先輩もありがとう。アンファ先輩もありがとう。例のアームユニット装備するシーン、本日見たかったとこの1000割です。期待以上にはしゃいでいるところを見て感動とともに疲れてるのかちょっと泣きました。なんで、大丈夫大丈夫、みんな泣かないで。あそこ超楽しかったよ。時間指定あるけど、時間あれば、時間指定あるの怖っ。海外抜きがハイハニーって言ってほしい。ハイハニー、マッドにされんのかな。またレノナウヒア先輩もありがとう。パワードスーツの案件本当にやりたいね。パワードスーツの会社見てないかな。マジでパワードスーツの案件マジでやりたい、本当に。スバルね、あのね、パワードスーツとソーセージレジェンドの案件を無限に待ってる。朝顔先輩もありがとう。切り抜き、なんで、なんか流行ってんのこれ。スイちゃん、スイちゃんなの、スイちゃん。そう、スイちゃんともさ、今日ディスコしたんだけど、めちゃめちゃ面白かったから、またおはようスバルで言うね。アギト先輩もありがとう。朝顔先輩もありがとう。ジャンクユーキー先輩もありがとう。あ、センキュー、コメサハムニだ。ニャンダール先輩もありがとう。エアーマン先輩もありがとう。海外日記の間でめっちゃ流行ってるらしい。でもさ、ハイハニーってさ、これさ、男の人が言うんじゃないの。どういうこと、女の子になっちゃうってこと、海外日記が。エアーマン先輩も、あ、久しぶり、リンゴジュースターありがとう。マロワイ先輩もありがとう。ニャンドール先輩もありがとう。レーザー先輩もありがとう。スイちゃんの本気のハイハニー、どれどれ聞いてみるか。スイちゃんの本気のハイハニー、スイセイハイハニーで出る。はい、ハニー。めっちゃ伸びてる、なにこれ。あ、やばい、別の音声、ちょっとこれデスクトップ音声切って、あ、ウーマンエンターザレストラン、はいハニー、ちょっとね、できないんだよ、はいハニー。なんかすごい、なんか知性が違う、スイちゃんの。はーい、ハニー。海外日記を虜にしたスイちゃん。なんかスバル、なんか違うんだけど、完璧だった。レーダー先輩もありがとう。最近スバルが可愛く見えてきた。それね、みんなそういう症状だからね、安心していいよ。ね。ユーミン先輩もありがとう。アイイロアマビ先輩もありがとう。センキュー。キリ、下月総一先輩もありがとう。MNM 先輩もありがとう。バイオのはずが総合格闘技部の活動を見るとは。チーの人先輩もありがとう。ボインボインカナタソ先輩もありがとう。マホヨー先輩もありがとう。下月総一先輩もありがとう。昆虫食味気ない。あ、なんかね、あ、待って、いくじゃん。いけ。わー、わお、わお、はー、びっくりした。穴の話してた、飛んじゃった。怪人を MC ドゥ先輩も。スバル、もうすぐ仕事の準備をしなければなりません。あなたの休憩中、スバルのボイスパック、花嫁の声をよく聞きました。花嫁ボイスな、
あれ撮ってんの超恥ずかしかったわ。はいハニーとお帰りなさい先輩を言って、まあおはよう、まあはいハニーいたからね。ちょっと お帰りなさい先輩はね、みんなぜひね花嫁の声聞いてください。花嫁ボイスね。はあ、そうワイフボイスパックがあるんですよ。ワイフボイスパックがブースで。センキュー、シクカバ防水先輩もありがとう。 SM ん SUM1 サムウェア先輩もセンキュー。ボインボインカネタソ先輩もありがとう。ショウイチ先輩もありがとう。ラロ先輩もありがとう。ユーミン先輩もありがとう。グローブ出てきたときサノスのグローブ思い出したけど、そういやさ、なんか最近さ、めちゃめちゃさ、ツイッターにさ、なんだっけ、エンドゲームのさ、なんかあの写真が上がってきて、勝手にスバルがホクホクしてるっていうね。宇月渡る先輩もありがとう。猫主任先輩もありがとう。ペンギンタ先輩もありがとう。白木羽毛はアヒルの証、ジルバートラブチュチュ 0.035 先輩もありがとう。うんごんごうんごんごうんごんごう、なんだっけ、うんごんごルマッタ先輩もありがとう。サクヤサク先輩もありがとう。新規先輩、1馬力で75キロのものが1秒に1メートル動きます。50馬力ってことはとにかくすげーってことか。三毛猫先輩もありがとう。ジャックはジャックでゾイを家に連れて帰ろうと。そういうことか。なるほどね。なんで奪還しに来たんかと思ったら取りに来たんだ。ナンバースリー先輩もありがとう。まんじゅしゃげ先輩もありがとう。下月総一先輩もありがとう。ミューラー田中先輩もありがとう。一番通り先輩もありがとう。クリアおめでとう。スバルどんどんゲーム上手くなってる。わー嬉しい。あんまりねゴリ押ししすぎても良くないってことを6まで学びました。T 先輩もありがとう。リクシード先輩もありがとう。ニワトリ先輩もありがとう。岡本先輩もありがとう。ロバピー先輩もありがとう。イサケン先輩もありがとう。クロクロ先輩もありがとう。ガード使ってんのちょっと感動した。やっぱね、やっぱガードを使わないとね、よくないですね、これは。クロクロ先輩もありがとう。アーチャー先輩もありがとう。拳しか勝たん。ダースレバンの、ダースレバン先輩もありがとう。E さんは E さんですね。うまいやんけ。かまぎしら先輩もありがとう。ソア先輩もありがとう。スバルの後輩ケイ君もありがとう。テオドール先輩もありがとう。ハブ先輩もありがとう。ダブルS先輩もありがとう。サンキューに名前を変えた元リーケン先輩もありがとう。スワロー先輩もセンキューフォーウォッチング。シュージロー先輩もありがとう。アヤト先輩もありがとう。バキっぽかったよね今日の話。めっちゃわかる。花山カオル州あったな。ノアザク先輩もありがとう。ミヤイトモズ先輩もありがとう。ペンギン先輩もありがとう。ナナアキシ先輩もありがとう。ハッパ先輩もありがとう。石黒紹介 CEO 先輩もありがとう。スーパーグルコサミン、スーパーグルタミンココア先輩もありがとう。人間って鍛えたら何でもできるんですね。自分も筋トレ始めようと思いました。まあ何でもはできないと思うけど筋トレはいいと思います。ビッグマス先輩もありがとう。高井先輩もありがとう。悲しき魚先輩もありがとう。角丸先輩もありがとう。竹行先輩もありがとう。NSKXP 先輩もありがとう。アンティダスト先輩もありがとう。スバルの配信のおかげでバイオセブン買ってエンディングまで見て、おーいいねいいねいいね、嬉しいね。ロビン S マテローニ先輩もありがとう。虫やばかったね。アダムジェンセン先輩もありがとう。クリアおめでとうございます。ドーターズも遊んでくれると嬉しいです。ドーターズ、あれもうまだあるっけ。待って、まだあるのかもしかして。夜うさぎ先輩もありがとう。原井先輩もありがとう。ワカミン逃亡中先輩もありがとう。ララララーメン先輩もありがとう。カオ先輩ありがとう。モモモニャン先輩もありがとう。大空警察標準装備ライトニングバール先輩もありがとう。
ゆるふわポンズ先輩もありがとう、アッキー先輩もありがとう、メタルパトライショ先輩もありがとう、ドロドロ先輩、エンドオブゾイという名のハンマユージローゲームだった。わかる、ハンマユージローだったよな。あとの祭り先輩もありがとう。わかる、救われる結末でよかったよね、スバルモも。ネモ先輩もありがとう、ラブフォックス先輩もありがとう、マジカルシメジ先輩もありがとう、ナナダスニワキュー先輩もありがとう、タメ攻撃ではしゃぐスバルさんとっても可愛かったですありがとう。ちなみにサーズデイ、サチワデイって呼んでる。魚目の親父先輩もありがとう。初めてバイオ見ましたが、格ゲーだったのか、格ゲーだったのかもしれない。よしあし先輩、楽しかったぞい、ありがとう。テニスファン先輩もありがとう。ガイザスカイウォーカー先輩もありがとう。タイガーツリー先輩もありがとう。キャラベルピーセカンド先輩もありがとう。冬の月先輩もありがとう。まさじ福山先輩もありがとう。おつばる、また通報規制されたから感想タグかけずにここに書くよなんか大丈夫、大丈夫、規制されてんのか、ありがとな。そしてレッドブレスキー先輩もありがとう。最初拳しかなくてどうなるんだろうと思ってた、スバルも思ってた。ホロケー先輩もありがとう。あ、そう、ごめんね、なんかさ、頭を狙うからちょっと酔いやよね、画面めっちゃ揺れててさ、ごめんね、ありがとう。ホロライブの箱足白岩おじちゃんもありがとう。ルーナザダイナマイトボディ先輩もありがとう。ダッツ買ってくるなら、筋肉兄貴カイト先輩もありがとう。翔一先輩もありがとう。白里先輩もありがとう。MA 先輩もありがとう。野獣先輩先輩もありがとう。爽快感やばかったよね、わかるわかる。はい、リナーダリナーダーリナーダーリナーダー、よしは、シュシュシュ、最近なんかさ、寝るとさ、めちゃ鼻詰まるんだけど、この症状知ってる人いる？寝るとさ、めちゃさ、鼻が詰まるんだけど、風邪？風邪なのこれ？鼻炎なのかな？あ、血圧の問題なの？でも確かになんか、あ、喉が冷えてるの？最近ね、朝起きれなくてさ、超困ってる。なんかね、スバル、もともと低血圧だったんだけど、最近またなんか一回治って最近また低血圧になってきた、超困る。あ、寒暖差とかからか、耳鼻科行くか、妖怪の仕業かもしれねえ妖怪なのかもしれねえな、これ。医者行くと鼻の薬くれる。あれやろっかな、鼻にさ、なんかさ、チューリップのさ、形した管突っ込んでさ、なんか、スコーってやるやつ。あれをするしかねえ。あれ？あ、これだ。ここ読んだから。白瀬戸先輩もありがとう。翔一先輩もありがとう。あ、ここ読んだな。修二郎先輩もありがとう。鳥になった島の達也先輩もありがとう。あー、首が。赤田先輩もありがとう。ダフネ先輩もありがとう。んごんご、んごんご、んごるもっと先輩もありがとう。他にもジャックの誕生日パーティーとかあるからみんな遊ぼう。絶対やばいんだけど。アンファ先輩もありがとう。レノナオヒア先輩もありがとう。朝顔先輩もありがとう。なんかね、最近ね、最初に読んだね、スパチャがね、後で上に上がってくる現象がある。アギト先輩もありがとう。あれ？これも読んだな。龍崎先輩もありがとう。羊の森先輩もありがとう。ジャングユウキ先輩も、カムサハムニだ。
七瀬の水木先輩もありがとう。ファルコン&ウィンターソルジャーの最終話が配信された。くー、見るか。いや、次のね、MCU のドラマ、ロキって聞いて、ロキか。見るかとはなってる。気になってるぞ。ユナツ先輩もありがとう。ヨシオラブイグナイテッド先輩もありがとう。無限パンダの先輩もありがとう。麻婆豆腐先輩もありがとう。ちなみにパワードスーツは何年か前に1台1000万円ぐらいで、売ってんのかな。ヘイヘイ722先輩もありがとう。怨念が怨念先輩もありがとう。ミュー02コマンド、ミューコマンド先輩もありがとう。ミヤ先輩もありがとう。のんびり先輩もありがとう。クリアおめでとう。ラストのそれならスバルはアイアンマンだと指パッチンするシーンは涙なしでは見られなかったです。それね、厳格です、強めの。シーン314UK 先輩もセンキュー。小谷先輩もありがとう。BJ 先輩も明後日から10日間の旅、あ、ゴールデンウィークか、まとめて投げとくよ。バイクにキャンプ道具積み込んで試される大地に行ってくるぜ。マスクしとけよ。ありがとう、気をつけてな。ラオウ先輩もありがとう。ジリアン先輩、電車止まって職場にたどり着けないので最後まで見れました。それ大丈夫なの、大丈夫なのかお前。ロムシマジョありがとうね。ロムシマジョウスケ先輩もありがとう。カマラ先輩もありがとう。マユスケ先輩もありがとう。ヤホヤ先輩もありがとう。鶏肉パイセン先輩もありがとう。わー、流れちゃった。鶏肉パイセンボンジリ先輩だった。キサロク先輩ありがとう。パリピナのび太くん、いや、スバイモン僕だよ。また会ったね。今日も来るのが遅くなってしまったよ。君に送るスパチャのためにバイト6連勤してたんだ。今日も素敵な君にうんち、また会おう。ありがとう、うんち、ありがとう、うんち。でもあんまりバイト無理しないでね。青いタコ先輩もありがとう。センキュー。後の祭り先輩もありがとう。灰色サンゴ先輩もチュールでありがとう。猫じゃねえよ。松田小一先輩もありがとう。坂田銀陶器先輩もセンキュー。ドリンクモアホットミルク、ホットミルク飲んでないな最近。昔よく飲んでたんだけど、ホットミルク最近飲んでない。フォーユアヘルスショバーセンキューアンドビガーボインボイン。やばい、ジバル。ヨシオラブイグナイテッド、ラブ、ん？チュッチュ3号先輩もありがとう。サイドストーリークリア条件があるの？なるほどね。シュラク先輩もありがとう。シュシ先輩もありがとう。メラゾウムラ先輩もありがとう。ナナダスニワキュー先輩もありがとう。シロキウモはアヒルの証、ジルバードラブジュジュ 0.03 号先輩もありがとう。ヒューゴイエー先輩もセンキュー。カシキンコ先輩も、ありがとう。餃子の皮ありがとう。ウミウミ先輩もありがとう。カタツムリ先輩もありがとう。ドーターズは短いストーリーですが、ベイカー家がああなる前日、ちょっと気になるね。マッキー先輩も初スパありがとう。ジャンクユウキ先輩もかわいいスバルありがとう。センキュー。サイカロクスケ先輩もありがとう。タケユキ先輩もありがとう。ルジェ先輩、くしゃみで記憶喪失助かる。記憶喪失しねえよ、記憶消失よ。イニシエのひなぎかあやめ先輩もありがとう。バイオ8は次が体験版は次が最後で、5月2日5月10日の午前9時午前9時の間の60分のみプレイ。何それ、そうなの。じゃあ朝9時からバイオやんなきゃいけないおはずばより早いんだが、やるか。いや、これやった方がいいな。やるか、朝バイを決めるか。私はたわし先輩もありがとう。バイオセブンが大好きな同僚にスバルのバイオセブン勧めたら大絶賛だった。大絶賛だったのにそいつはノウサギになりました。なんかめちゃめちゃこれね、よくあるパターンだから大丈夫。ありがとうね、ありがとう。スバルはね、だいたいね、ホロライブメンバー一周してたどり着くところがスバルみたいなところあるから大丈夫だよ。あるある。PK 先輩もセンキュー。
坂田金時先輩もコアコア選挙。なんかね、そうなんだよ。これね、めっちゃね、いろんな人かなんかいろいろ見たんですけど、なんかいろいろ見て、なんかスバルちゃんに来ましたみたいな人結構ね、ちょっと道のりがね遠いんですよスバル。そうなんでね、あのお帰りスバルということでね、キャッチーさがね、おいキャッチーさしかないだろスバルは。キャッチーさしかないのになんでなんだ、おかしいぞ。ありがとう。BK 先輩もありがとう。センキュー。カシキンコ先輩もありがとう。坂田元時先輩もコワコワありがとう。ワーロック先輩もありがとう。プレイしてほしいタイトルにタイタンフォール2。あのね、タイタンフォール2超やりたいんだけど、FPS ゲート聞いてちょっとビビってるよね。アッシュイッシュ先輩。今日メンバーになっての初スパです。ありがとう。ロックマンはもうしないのかな。実はさ、めっちゃやりたいんだけど、ちょっと一人でやると喉がやられそうだから、誰かとやろうかなって思ってる、ロックマン。次ね、やるんだとしたら、なんか誰かと一緒にやろうかなと思ってますね。キティキャットコマンダー先輩も、センキュー。坂田銀時先輩もありがとう。なんかね、一人でやると多分喉壊れちゃうから。読めるよ、ウイ先輩でしょ。カムサハムニダ、ありがとう。ラミーは胸元が苦しくって仕方ないんだって。お、なんだ、喧嘩か？お、喧嘩か、これは。ありがとう。ユーミン先輩、最近推しのおかげで毎日が楽しい先輩もありがとう。坂田銀時先輩もコッカー。ユリネ先輩、ありがとう。坂田銀時先輩、ありがとう。アンディアス先輩も、お仕事の真っ最中ですわ。後で見るでござるわ。サイコパスに焼かれちゃったあのクランシーの、結末が見れるベッドルームはやる感じ。めっちゃあれねもう他のコンテンツでしょ。なんかね、8時台の1時間配信でやろっかなって思ってる。やるならね、やるならやろっかなって思ってるけど、ちょっと今はあれかな、運営さんと相談してます。カニ様もありがとう。ジオ先輩もありがとう。やっぱ虫食ってるやつはフィジカルが違うな、確かに。ぴょんたくんもありがとう。シュパー !Thank you! いや、ロックマンエクゼとさ、戦国バサラ死ぬほどやりたいんだけどさ、できないんだよ。めっちゃやりたいんだけどね。そして、小鳥先輩もありがとう。りょうたかい先輩も飲み物でありがとう。朝顔先輩もありがとう。坂田銀時先輩もありがとう。めっちゃ泣いてくれるじゃん。ウィルソンヘイ先輩も元気。シュバルハビングファントゥデイ。センキュー。ネクストストリームサーズデイ。坂田銀時先輩ありがとう。キーヘールハッチャー先輩もセンキュー。坂田銀時先輩もセンキュー。カタリナにゴリゴリされたくないマチョビー先輩もありがとう。レジ先輩ありがとう。ネリギさんもありがとう。坂手オカミ先輩もありがとう。みぞが好きな猫先輩もありがとう。市販のエイジアレルカットおすすめ。年中鼻炎持ちのワイが言うんだか間違いない。買ってみよう。エイジアレルカット。スバルに一生捧げるバロン先輩もありがとう。スパチャしようとさ、残高なくてコンビニダッシュ決めてきた。みんなさ、マジスパチャ無理しないでね。スバルはね、あのね、本当にね、みんながね、無理してスパチャすることがね、一番良くないんだよ。でもありがとう。7+2=9先輩もありがとう。私の場合、なるほどね、そのパターンね。ありがとうね。坂手狼先輩も、そういや最近、エイムいいけど、裏でエイペックスやってたの。エイペックス1ミリも触れてないんだけど。何にもやってない。でも最近ね、なんかホロライブメンバーとならエピックスしよっかなーって思ってるけど、まだ1ミリも触れてない。ヘルキヘルハッチャー先輩も Can you quack for this budget please? Yes! Quack! Thank you! リロード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 シュシュ
ホワイトユニコーン先輩もありがとう。仕事お疲れ様で。キティキャットコマコマンダー先輩もスバル大好きありがとう。センキュー。坂田銀時先輩も Can we have your schedule in English to please? Sorry Sorry これグラスケジュール、あ、このグラブルのやつか。いや、グラブルね、いつもね、綴り間違っちゃおう。グラグラ、こう合ってるかな、こう合ってる。グランドって入れちゃう。グランなんだけど、グランドっていつも入れちゃう。これわかる？グランブルーファンタジー。いつもね、グランドブルーファンタジーって入れちゃうんだけどね。グランドスペース入れるか。グランブルーファンタジー、これでいけるか。よし、できた。わかる。センキュー。ではウェルカム。ソーリー。助かる助かる、こういう要望助かる。 Please your 要望って何？ Request Please Thank you。 あ、よし、そしてリロード。シュ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 、うんとね、シュ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 。トミー先輩もアイアンマンで興奮してスバルちゃん最高に可愛かった。ありがとう。鼻炎にピエン、現場からは以上です。アルミカン先輩もこれは無理、無課金、無理のない課金にしていくんだ。イニシエのひなぎかあやめ先輩もありがとう。バイオ8の体験版はその期間内で60分なので、始める時間、あー、そっか、もう9時ジャストにスタートしないといけないんだ。ってことは8時50分ぐらいから配信始めるか。アントン先輩もありがとう。そういえばモンハンどうなった？あ、モンハンね、今ね、あのね、どうしようかなって、結局やんなくてどうしようかなってなってる。サンサン先輩もありがとう。スバルちゃんが休んでる間、私も喉が以外がしっぱなしだったのはスバトモ特有の。それマジでね、ちゃんと休んだ方がいい。やばいことになるぞ喉。リロード。シュ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 。シュ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 。逆手狼先輩、久々に生見たでてありがとう。はい、全部読んだということでね、今日もありがとうございました。フィニッシュ。今日もね、見てくれてありがとうございます。それでは皆さん、また明後日のグランブルで会いましょう。じゃあみんな、あ、ホット、ん？ウォットイス先輩、You know, we love you. Please take good care yours for yourself. By the way, the stream today is as good as usual. あ、thank you!Thank you. Yes, I take care. Take good care for myself. わっ、サンボルじゃん。日頃の恨みから殴って修理される。ありがとう。はい、ということで、それじゃあみんな、またね、おつばる。あさってね、バイバーイ。エンディング。メンバーもありがとう。バイバーイ。